巣鴨の皆さん、おはようございます。石丸真二です。お疲れ様です。いってらっしゃい。この度、東京都知事選挙に立候補しました。昔東京に住んでたので、巣鴨にも何回か来たことがあります。巣鴨といえば、おばあちゃんの原宿。今日本当にここだけ原宿みたいになってますね。しかもこの区画、この人口密度、思わず胸が膨らみます。簡単に今日初めて見ていただく方に自己紹介をすると、これまで三菱 UFJ 銀行というところで経済を分析するアナリストをやってました。そこで4年半ほどアメリカのニューヨークに行って、ニューヨークで仕事をしながらカナダからチリまで全部で9カ国の国々を担当していました。そこで学んだのが、政治と経済の密接さ、そして重要さです。中南米ってあんまり日本の方に馴染みがないですよね。最近聞いてるんですけど、アルゼンチンっていう国行ったことある人います？あ、1人ぐらいですね。これだけ人がいてもアルゼンチンに行ったことあるって数人なんです。でもそこですごく大変な出来事がずっと起きてます。アルゼンチンってすごく肥沃な大地があって、穀物の生産量めちゃくちゃ高いんですね。いいブドウができるので美味しいワインもあります。それでも経済が安定して成長してない。なぜか、政治が混乱してるからなんです。民主主義の国で都度選挙があって大統領が変わるんですが、何回やっても良くならない。独立して以来、この100年200年でもう10回近くデフォルト、財政破綻をしてしまってます。そんな国もあるんだなと思いながら日本に帰ってきて、今度は秋田方市、地元で市長を務めました。この経済を知り、そして携わってきた石丸真二の強みはここにあると思います。ところで、これまでの東京都知事、どういう方がされてたか覚えていらっしゃいますか？文化人が多いんですね。でちょっと遡ると、学者であったり官僚の方がいらっしゃいます。実は経済人って東京都知事になってないんです。こんな経済都市にもかかわらず経済に詳しい人今までいなかったんです。よってこの東京都知事選を通して、石丸真二が初の経済を知る経済人として都知事になることをここに目指すと宣言します。どうぞご期待ください。それでは政策についてもお話をお願いいたします。政策は3つの柱、それぞれに3つのポイントとお話をしているんですが、全部話し出すと今日お昼ご飯食べる時間なくなると思います。なのでギュッとかいつまんで、一つだけ、経済人なので改めてお伝えします。今の日本、これからの日本に必要なのは経済の力です。一番大事なのは経済です。ここで言う経済とは、商売やビジネスという意味に限りません。広く社会を支えて動かす力、これが経済です。その意味で、これから日本は大変な局面を迎えます。もうご存知ですよね。人口が減っているんです。減っていくんです。ここから
人口急減の局面を迎え、2040年15年先にかけて全国で1000万人人が減ります。東京都と同じぐらい人が減るんですね。なのでかつて経済大国と言われたこの日本、必然的に経済小国に向かいます。この原宿も保てなくなるんですね。でもその日本を背負っていく、担っていくのは今ここで会ってくれてる子供たちなんです。彼ら、彼女らが嫌が多にも少数精鋭であることが求められます。だとするなら、ちょっとでも有利な環境を子供たちに残してあげたい、そう思っています。なので成長の経済の力を高める、力をつけていく、そのための要として成長戦略、改めて定義します。経済分野へ、その中でも教育に投資していく。安芸高田市でやってきました。学校の環境改善、その一つとして教職員の働き方改革を進めました。もう随分言われてますよね。いいじゃん、やったらいいじゃない、誰も反対する人いません。でも進まなかったんです。なぜかと思って先生たちに聞いてみました。そうしたら、とにかく忙しい、昼休みはゆっくりご飯も食べられないし、放課後は他にやることが山ほどあるんです。改革をどうやれっていいんですか。その声を聞いて対応しました。今年度から安芸高田では給食支援員、そして学校用務員、これらを全ての小中学校に配置しました。教員免許がなくてもできる仕事を先生たちから切り離したんですね。これでやっと先生たちに、子どもたちに対して質の高い教育を提供する、そのゆとりが生まれました。これにかかった費用2000万円です。年間2000万、毎年必要です。2000万だったらなんとかなりそうな気がしますか。でも安芸高田市の人口は3万人しかいないんです。東京都はその500倍います。単純計算で同じことをやろうとしたら年間100億円いるんです。100億、小さくない金額です。いくら経済規模の大きな、財政の豊かな東京都でも簡単ではありません。何か我慢するものも出てくるかもしれません。じゃあやめときます。ぜひ反対側から考えてください。逆の視点で見てください。この100億円の仕事、今どこにあって誰がやってるんですか。学校で先生たちがやってくれてるんです。先生たちにぶん投げて押し付けてるんですよ。ご存知の方あるかもしれませんが、学校の先生というのは残業代が一定程度までしかつきません。それ以上はどれだけ残業しても残業代増えないんですね。これが定額働かせ放題と言われてしまっているゆえんです。そんな状況で改革をしろ、いい教育をしろ、これ無理です。なので成長戦略として経済の力を高める施策として、この100億円なんとか捻出して学校に資源を配分したいと考えています。これが政策の要、公約です。言い直しておきましょう。私、石丸伸二が東京都知事になった暁には、必ずこの100億円を確保し、そして学校現場に投資します。
改めてここで東京都民の皆さんにお約束します。絶対にやります。皆さん気持ち的にご期待ください。それでは最後のお話をお願いいたします。最後に私から皆さんへお願いがあります。政治家が選挙でお願いすることって言ったら清き一票とか言うんですけど、あの言葉ちょっとダサくないですか。まあ言ってる人がいるから怒られるから、じゃあ清き一票はその通りなんですけど、あえてそれをお願いするのがちょっと盛り上がらないかなと思ってました。というのは、選挙権を果たして得てそこから20年、正直私自身政治に期待してませんでした。どうせ変わんないんじゃないかな、失望してました。でもこれから先日本が大変になる、それを次の子供たちが担う、なのに大人の自分がそんな政治を渡すわけにはいかないな、かっこ悪いなって思ったんです。なので4年前地元の安芸高田市に戻って市長になりました。この4年間とにかくまずは政治再建に取り組みました。できることは全部やって、その結果今安芸高田市民の意識はものすごく政治に向かってます。その象徴が先日の話で、ある中学生女の子が市長と教育省に話してくれたんですね。今自分に選挙権がないのが悔しいって、中学生です。その子が市長に言うんです。選挙権がない私はその代わりに安芸高田市のために何をやったらいいんですか、市長、聞いてくれたんです。中学生が、そんなこと今までなかったです。きっと全国見渡してもないと思います。そこまで意識が変わりました。それを今度はここ東京で再現したいと思います。今全国の皆さんがこの東京都知事選に注目してるんです。なぜか、この人間およそ既存の政党勢力に属さない、苦にしない人間が首都東京の知事になれば政治が変わるからです。政治の世界に激震が走ります。多くの政治家の意識が変わるでしょう。それだけではなくて、じゃあ自分も政治に近づいてみよう、政治家やってみよう、そんな人たちが後から出てくるはずです。その意味で私は今この先頭に立ってまさに飛び込もうとしているペンギン、いわゆるファーストペンギンなんだと思います。この後ろにもずらっとペンギンたち並んでます。あとはこのペンギンの背中を押してみるだけです。押せるのは皆さん、大人の皆さんだけなんです。皆さんにこの国の未来がかかってます。その意味で東京都民皆さんの責任は重大です。東京を動かして日本を動かしてみせてください。かっこいい大人になってみてください。楽しい政治を次の世代に渡しましょう。皆さんの奮起に期待します。今こそ日本が変わる瞬間です。どうぞ皆様、一番の政治をよろしくお願いいたします。ありがとうございます。それでは次に石丸真嗣、皆様に直接ご挨拶に伺います。どうぞ握手、拝
ハイタッチ、そしてたくさん写真や動画撮っていただき、たくさんの皆さんに拡散をしていただきたいと思います。選挙まだ4日目でございます。まだまだこれからでございますので、どうぞたくさんの東京都の皆さんに石丸真二をよろしくお願いいたします。皆さん本当にね、天気も悪い中ですね、日曜日お集まりいただきましてありがとうございました。どうでしたでしょう、あまりね、お伝えしないようにメッセージお願いします。ありがとうございます。本当にね、皆さん、さっき一番最初にね、選対本部長が言ったように、動員できたわけじゃなくて、皆さんがこうやって情報を収集してこられた方ほとんどだと思います。素晴らしいことだと思います。大体ね、選挙なんてみんな興味ないんですよ。ところが皆さんこうやって意識を持って、まさに皆さんが日本を変える主役ですので、ぜひここ東京から日本を変えていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。ここ東京が変わればね、必ずね、日本は変わりますよ。その大きなきっかけでとなりますので、よろしくお願いします。現在ね、X のハッシュタグ、ハッシュタグ石丸、すいません、すいません、石丸真二がね、トレンド第1位です。日本の第1位ですのでね。ちょっと救急車来たんで、やってやめます。すいません。いるのが元石丸真二でございますので、どうか皆さん最後の最後までご支援ご声援よろしくお願い申し上げます。あと拡散もよろしくお願いします。ありがとうございました。皆様どうもありがとうございます。皆様お一人お一人の力で東京を動かしましょう。ぜひたくさんの皆様に石丸真二、石丸真二をよろしくお願いいたします。皆様の熱い一票お願い。